2020年12月25日。なんと8周年を迎えたガンダムオンライン。2021年に入り時代はビクトリーガンダムに突入し、ますます盛り上がるかと思いきや、増えたのはプレイ人口ではなく格差戦場。蹂躙するかされるかの試合が増え続ける現状。出撃すると即撃破されるリスキルもよくあり。答えは歴史が教えてくれる。ということで今回は題しまして、2020年ガンダムオンライン総まとめスペシャル。では行ってみましょう。レッツガンダムオンライン。まず2020年のガンオンを語る上で、絶対に欠かせない2019年末のお話から、ガンオン宣伝部のオフラインイベントが企画され、大盛り上がりで7周年を祝う予定でした。SNS 上にてイベントでの犯罪行為をほのめかす投稿が行われていた、という理由から開催中止になってしまいました。もちろんニュースになり良くない意味でその名を広めてしまったガンオンさん。ただ生放送自体は予定通り行われ、そこで、佐藤プロデューサーから小池プロデューサーに交代することが発表され、これまで一部例外を除いて宇宙世紀だった世界に、アナザーガンダムが参戦することが発表されました。それに伴い陣営の名称も連邦はオーダー、ジオンはリベリオンに変更されました。他にも多くの変更点がありつつ、特に重要な変更点だけを紹介すると、まずはロック音距離による性能補正、通称赤ロックの追加。今までの黄色ロックだとガバメに、赤いロック音距離だとガチガチになり、近距離ではエイムしなくてもかなりヒットする仕様になりました。次は緊急回避の実装。ブーストゲージを消費して敵のロック音を解除する機能ですね。ただし水中では使用不可であり、水中機だろうと水に入ると回避できずに、一方的にやられることもかなり増え、これは2020年の間に変更されることはなく、水中に行くと溺れるなどと言われていました。そしてブースト回復がディレイになり回復速度が上昇。最後は鉱石評価で再出撃時間軽減効果の追加。簡単に言うと鉱石金を取ると CT が短くなるよと。これによりネズミの人は出撃回数が格段に増え、KB する人も低コス枠で高コス CT を軽減し、集団突も成功すれば CT が短くなるおまけ付きに。それらの様々な新システムとともにやってきたアナザーガンダム第1弾の新機体。さすがに新機体全てを詳しく説明すると膨大な時間がかかるため端的にまとめると。感想によって3種類の性能で遊べるお得機体かと思いきや、すべての性能が中途半端になってしまったエールストライク。トランザムして、3段格闘移動して、拠点を殴る。トランザムして、3段格闘移動して、拠点を殴る。トランザムして、3段格闘移動して、拠点を殴る。そんなガンダムエクシア。ラストは移動速度こそ遅いもののビームライフル、ジャーバス、ゲロビと効果力武器を持った、ザ・銃撃機体の絡み機とスローネアイン。しかしこの2機はミラーのようで微妙に性能が違い。この、ミラーのようで微妙に性能が違う新機体、は、後に出る新機体の機体評価や普及率が、大きく変わることになる要因の一つでした。以上のことが2019年末の大型アップデートでした。こんな感じで幕を開けた2020年のガンオン。では2020年のガンオンの流れを見ていきましょう。まずは1月からなんですが、すべての更新情報を紹介するのはさすがに無理があるので、完全な独断と偏見でピックアップします。新システムの細かい調整や修正が入りつつ、バランス調整と謎の個別機体調整があり、キャンに新しく高 DP 武装が追加されましたが、他の調整された機体含め派遣を握ることもなく、月末の新機体では、一部変態御用達のスナイパー機ジュナメスが実装され、ホビ分のフレスベルグが NPC にも当たらないという、キュベレイが実装された時のファンネルと同じような、既視感のある笑いをとっていました。ちなみにこの1月あたりのガンオンの状況ですが、ガード耐性があり高 DP のブラストとゲロビ持ちの、ギョダブとアンネマンサが強機体でした。
1つも KD もできるがバロック持ちの F91 やビギナや、絆で鉱石金を取りやすい低コストも人気でした。残念ながらアナザー機体で評価されてたのは少なく、新機体が環境を変えるほどには至っていませんでした。2月、まがまがしいバレンタインカラーが追加されたり、またも謎の一部機体のバランス調整で新武装が出たり、新マップのヘリオポリスが追加されたり、アカロックとショットガン系の相性良すぎるくね、と、テイコスのショットガン格闘でハッスルしてた頃、ついにアナザーの強機体が実装されました。アバランチエクシアも決して弱くはないんですが、チャージなしで使える高 DP 高威力のレールガンから、内蔵で盾構えながら撃てる単装砲のコンボが強力で、この単装砲は効果力に弾速が速く実弾ゲロギとも呼ばれ、アカロックとの相性が群を抜いており、特に砂漠のような開けたマップでは無双していました。3月、新機体の IWSP が猛威を振るってる中、毎年恒例のザクトナメが開催され、ラボー可愛いよと言ってる間に過ぎ、4月、ザクの日の次はジムの日だーなんて言ってると、なぜかドザクが超強化され、範囲が広く判定も残るチャージ格闘が追加され、すべての機体を一撃で粉砕していました。そしてコロナウイルスにより初めて緊急事態宣言が発出されたこの月、ガンオンにおいても環境が大きく変わる大事件が起こります。2020年4月のガンダムオンライン統合整備計画。まず事前に出されたこの動画でプレイヤーに衝撃が走ります。た、弾が追尾して当たってる。この大型バランス調整で変更された機能。アカロックに命中精度を向上させる機能を追加。これによりガンオンの環境が一変します。これがいわゆる誘導アカロックというやつで、おそらく現在みんながアカロックと呼んでるのはもはやこれのことです。文字通り一部の SAK 武器の弾道が敵方向に曲がります。そしてよほどのことがない限りほぼ 100% 弾が当たります。これにより武器の構成や戦い方が全く変わり、最初にチャービやロンビやバズなどで DP を削りよろけや転倒させて追撃にタンマシやセミオートビームライフル、または格闘やゲロギなどの効果力でとどめを刺すようになりました。そりゃ必中になったんだからそうするよねっていう簡単なお話。そのため実装時はアホ草とまで言われていたあの天草がやっと天草と呼ばれるようになり、ゾックのチャージ式剣舞メガ有志砲のアカロック射程が400メートルもあるため戦場に護身隊が増えたりしました。しかしこの時一番暴れていたのはこの機体でした。基本的に誘導アカロック系の武器の射程は300程度で長くても350というのが主流でした。しかしなぜか試作3号機の2世バズと正射バズは380と400で長い上に火力も DP も高いのでほぼ格殺。同じく2世バズを持ってる剣舞のアカロック距離は180でした。他にも緊急回避の機能追加、水面判定、ブーチャ等の調整があり、そして後に物議を醸すことになる調整の試作核のポイントが500になったのもこの時です。そんな中4月末の新機体は格闘より何機と超優秀な低コスト2機。5月、新たな環境になりみんなが使える機体を模索し、特にチャービやロンビ持ちの機体が戦場に溢れ、新環境に適応しようとしている中、新機体のスロー熱媒は謎の激遅武器切り替えダンスを踊っていました。6月、鉱石評価の調整、CT 短縮効果の増加、ミッションユニットコストの増加と、380が全恩恵を受ける調整がありました。そしてあの機体が登場します。フリーダムガンダム。やってまいりました2020年のガンオンを象徴する機体。スペック自体は340から360程度の性能なんですが、シード発動中は化け物かってぐらい性能が上がります。ですがこの段階ではそこまで評価は高くありませんでした。というのも他の機体より操作難易度がやや高く、ダウンゲージレベル1で割とすぐ戦闘しアーマーも高くないため、あっさり倒されるという場面が多かったからです。故にこの時は不自由などと呼ばれていました。しかしその不自由な期間も2週間だけでした。というわけで2020年の折り返しまで来ました。面白いと思ったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。コメントもフリーダムにどうぞ。では後半へ行きましょう。7月。ガンダムの日として G40 が実装された7月8日。フリーダムと WO に強化が入ります。これによって爆発的にフリーダムが増えます。先ほど説明したフリーダムの性能からさらに、アーマーが増えさらにシード発動時アーマー上昇してその分回復。
そしてシード中に比 DP ダメージ軽減する効果が追加され、さらにプチピアスレール砲の DP も増えました。アーマーも増え転倒もしにくくなり消化回復までする。その上での無限ブースト、無限弾薬、即リロ、ゲロビ。もうこれチートやん。そしてゲロビは単体でも強いんですが、数が増えてタゲが合うと敵が即蒸発することは、長年にわたりジオンを支えたあの機体が証明済み。さらに唯一の弱点と思われたシード中の本拠点ダメ減少も、本拠点に着く時にはシードが解除される計算の凸に利用され、こうしてフリーダムオンラインがスタートしました。8月、ゾンビ系やハンマー等の赤ロック射程が短くなり、さらにフリーダムオンラインが加速する中、2020年8月の統合整備計画が行われます。今度は格闘にまで誘導赤ロックが追加され、赤ロック中に通常格闘すると、自動で敵を追いかけて犬角を当てるようになりました。その際は移動速度上昇、非ダメ非 DP ダメ軽減であり、敵が緊急回避するかこちらがオーバーするまで追いかけます。なので通常ではありえない機体にも追いつけたり。そんな中新機体にバルバトスが実装されました。実は格闘オンラインだったという面もあるこの年、それを代表する機体の一つがバルバトスでした。射撃必中環境で格闘中にカットされることも多い中、格闘が命中すると発動するモジュールのおかげで、一度攻撃を当てさえすればカチカチになり、ハマれば連続撃破も狙える優秀な格闘機で、当時落ちていた自分のモチベを爆上げしてくれました。そして新マップの火星が実装されました。また王の形したマップかと思いきや、まさかのコート1で中央と南行き来できないマップで、広い上に開けているためフリーダムマップでした。9月、階級システムに個人評価試験が追加され、最大3戦で一定の戦績を取らないと昇格できないようになりました。ちなみに試験中は勝敗は関係なくあくまで個人評価。しかし階級ポイントには勝敗の影響が強くなり、個人で活躍しても負ければポイントは低くなり、マッチングするまでの遅さに加えて未だ続くフリーダムオンラインから同軍戦祭り、さらに対象の数がゼロ対多、という謎マッチも多く、格差戦場も増えて混沌としてきた中、すべてのストレスを突き破れとばかりにこの機体が実装されました。当たればカチカチに連続で使える突撃まで加わり、敵を転倒させて切るという脅威の獅子格闘機の決まりす。ちなみにこの機体もどこかの自流さんと同じで実装から2週間後の調整で強くなり広まったパティーン。その時イベント機体だったモルコマと南国ドムも謎の強化を受けて割と優秀な低コスト機体になりました。10月、火星の南のトンネル工事がやっと終わった頃、フリーダムオンラインに終止符を打つべくこの機体が登場します。わけで実装されました覚醒キュベレイです。簡単に説明するととにかく硬い機体で、近距離からの攻撃じゃないとダメージが入らず、しかも体力が半分になるとさらに硬くなり回復もしだし、DP1800 のブラスト弾から高威力の FA ファンネルと、フリーダム対策性能にしたら誘導赤ロック環境を特定したような機体になりました。そして前述したミラーのようで微妙に性能が違う新機体の一番の被害者になってしまったバイオセンサー最大稼働ゼータガンダムさんがいました。そして彗星のごとくすぐ消えることになる斜めに調整されたグリックス2が出て、フリーダムの高高度無限ブースト突破対策のため、高度警戒空域ができて強制オバスさせられ他の格闘機まで丸ごと被害が出た後、連敗してもリカバリーポイントが蓄積されるようになり、勝利時に大量の階級ポイントが入るようになりました。11月、覚醒キュベレイが猛威を振るう中、格闘機のカチカチか、誘導赤ロックに加えて緊急回避もできなくしたロの精神で、ネットガン持ちの格闘機として実装されたグレイズアイン。ついでに角待ちも許さないの精神で敵位置までわかる機体に、そしてミラーのようで微妙に違う新機体被害者の会の新メンバーが増え、いよいよ最後の12月、陣営間の機体格差を埋めるべくミラーな新機体を実装。そしてまたも一部機体バランス調整で新武装や新モジュールが追加される中、いろいろありましたが無事クリスマスを迎え、8周年で激動の2020年に幕を閉じるのでした。8周年記念ガチャとしてとんでもない機体を置き土産にします。皆さんご存知のバルバトス第6形態です。めちゃくちゃ簡単に説明すると HWS の格闘基盤で、一度撃破されても装甲排除により一定アーマーで復活、
その際の無敵時間を利用してゴリ押し突ができるため、一部マップでは止めようがないほどの機体で、対応に慣れてない間のオーダーが初動からボコボコにされ、最後の最後でリベリオンの道軍祭りになり、アナザーに突入した2020年のガンオンは、アナザーでも宇宙世紀でもない機体が若干増えて、その激動の1年に幕を閉じるのでした。2020年ガンオンまとめいかがだったでしょうか。完全な独断と偏見でまとめたものなので、紹介しきれなかった機体やシステムも多々あり、ミスだったり違う意見もいっぱいあると思いますが、思い出に浸ったり楽しんでいただけたならこれ幸い。もしまたガンオンが無事に9周年を迎えられたら、2021年のまとめ動画でも作ろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。